パンドラの箱。太宰治。前回の続きからです。6、それはステンレスというのか、ケーキナイフなどに使ってあるグロームのような金庫でできた銀色の平たいケースである。蓋にはバラのつるを図案化したようなこんがらがった細い黒い線の模様があって、その蓋の縁には小豆色のエナメルみたいなものが塗られてある。このエナメルがなければよいのに、このエナメルの不要な飾りのためにマーボーの言うようにちょっと地味だし、またちっとも上等でなくなっている。でもまあせっかくマーボーが買ってきてくれたのだから、とにかく大事にしまっておくべきであろう。どうもしかし愉快でない。もらってこんなことを言うのはいけないが、本当にちっとも嬉しくないのだ。よその女の人から物をもらうのは初めての経験であるが、実に妙に胸苦しくていけないものだ。はなはだ後味の悪いものだ。僕は引き出しの奥の一番底にケースを隠した。早く忘れてしまいたい。ケースには僕も少し並行して、持て余しの形だが、しかしこんな経緯によって、麻婆の良さを少しでも君に分かってもらいたくて、以上ご報告の一文をしたためた次第だ。どうだね、少しは麻婆を見直したかね。やっぱり竹さんの方がいいかね。ご感想をお聞かせください。今日はつくしのベッドに隣の白鳥の間の片パンが移ってきた。生命は菅原五郎、26歳。法科の学生だそうで、なかなかの人気者らしい。色は浅黒く、眉が太く、目はぎょろりとして、ロイド眼鏡をかけて、わし鼻であまり感じはよくないが、それでも女子さんたちから大いに騒がれているのだそうだ。どうも男から見て嫌なやつほど女に好かれるようだ。片パンの出現によって、桜の間の空気も変に白々しいものになってきた。カップレはすでに少し片パンに対して敵意を抱いているようだ。今日の夕食前の摩擦の時にも、女子さんたちは片パンに向かって英語をいろいろ尋ねて、ねえ教えてよ、ごめんなさいねっていうのは、英語でどういうの？I beg your pardon. 片パンはひどく気取って答える。覚えにくいわ。もっと簡単な言い方がないの？ Very sorry. 実に気取って言う。それじゃあね。と別の女子さんが、どうぞお大事にねってことをなんて言うの？Please take care of yourself. お、take care と発音する。なんともどうもキザなことであった。女子さんたちはそれでも大いに感心して聞いている。カッポレには僕以上に片パンの英語が勘に触るらしく、小さい声で例のご自慢のドドイツ。末は博士か大臣か、よしな書生にや金がないとかいうのを歌ったりして、とにかく盛んに片パンを牽制しようと焦っている様子であった。僕はしかし元気だ。今日体重を測ったら400文目近く太っていた。断然好調である。9月16日、衛星について。1、
この間から女のことばかり書いて同室の諸先輩についての報告を怠っていたようだから、今日は一つ桜の間の塾生たちの消息をお伝え申しましょう。昨日桜の間では喧嘩があった。とうとうカッポレが片パンに毅然と挑戦したのだった。原因は梅干しである。それがはなはだどうにもややこしい話なのである。カッポレにはかねて瀬戸の小鉢があって、それに梅干しを入れてご飯のたびにベッドの下の戸棚から取り出しては梅干しをつついていった。けれどもこのごろその梅干しにカビが生え始めた。カッポレはこれは入れ物の悪いせいではあるまいかと考えた。小鉢の縁がよく合わぬので、そこから細菌が忍び入り、このようにカビが生える結果になったのに違いないと考えた。カッポレはなかなか綺麗好きな人なんだ。どうにも気になる。何か良い入れ物があるまいかとカッポレは前から思案にくれていたというような塩梅なのだ。ところが昨日の朝食の時、お隣の片パンがやはり食事の度ごとに持ち出していたらっきょうの瓶がちょうど空いたのをカッポレは横目で見届け、あれがいいと思った。口も大きいし、そしてしっかり栓もできる。いかなる病菌もあの瓶の中には忍び込むことができまい。もう空いたのだから片パンも気軽く貸してくれるだろう。片パンに頭を下げるのは尺だが、でも細菌を防ぐためにはどうしてもあのらっきょうの瓶が必要である。衛生を重んじなければならぬ。そう思ってカッポレは食事が済んでから恐る恐る片パンに空き瓶の借用を申し出た。片パンはカッポレの顔をまっすぐに見て、こんなものをどうするんです？その言い方がカッポレにぐっときたというのである。前からこの二人の間には暗雲が低迷していたのである。カッポレはこの健康道場第一等の色男をもって任じていたのに、最近に至って片パンがめきめき色男の評判を高めて、カッポレの影は薄くなりむしゃくしゃしていた矢先だったのである。こんなもの、須川さん、そんな言い方をしてもいいのですか？カッポレの言い方も妙である。なぜいけないのです？片パンはにこりともしない。どうにも堅苦しく気取っている男なのである。わかりませんかね。カッポレは少し押され気味になってニヤニヤと無理に笑って、私があなたからまさかブダの尻尾を借りようとしたわけではなし、こんなものとにべもなく言われては私の立つ瀬がなくなります。いよいよ妙だ。僕はブダの尻尾なんてことは言いません。わからない人だね。カッポレは少しすごくなった。仮にお前さんがブダの尻尾と言わなくたってこちとらにはピンとくるんだからしょうがねえじゃねえか。バカにしなさんな。大学生だって盛んだって同じ日本国の新民じゃないか。よくも俺を豚の尻尾みたいに扱いましたね。俺が豚の尻尾ならお前さんはトカゲの尻尾だ。一子同人というものだ。俺には学はねえが、それでも衛生を尊ぶことだけは知っているのだ。人間衛生を知らなけりゃ犬畜生と同じわけのものなんだ。何がなんだかさっぱりわけのわからない愚舌になってきた。2。片パンは一向それに取り合わず、両手を頭の後ろに組んで仰向けにベッドの上に寝転がった。
度胸のある男のように見えた。カッポレはベッドの上にあぐらをかいて、体を前後左右に揺さぶり、腕まくりするやら、自分の膝を自分の拳でポンポン叩くやら、しきりにやきもきして。へおい、聞いてるのですか？そこな大学生。まさか柔道を使いやしねえだろうな。大学生には時たまあれを使うやつがあるから恐れいる。あいつはごめんだぜ。いいかい、はっきり言っておくけど、この道場は柔道の道場でもなければ、また入れ男修行の道場でもないんですぜ。現場の清盛もこの間の講話で言っていた。諸君は選手である、結核の必ず全治するという証拠を日本全国に向かって示すところの選手である。切に自重を望むと言いましたがね。俺はあの時涙が出たね。男子義を見てせざれば言うなきなりというわけのものだ。言うに大言うあり小言うありとも言うべきわけのところだ。だから人間、知人言う、この三つが大事というわけになるんだ。女にモテるなんて問題になるわけのものじゃない。ほとんど支離滅裂である。それでもカッポレは顔を青くしてさらに声を張り上げ、だから、それだから衛生が大事だというわけのことに自然になっていくんだ。常に衛生、火の用心というのは、だからそこのところを言ってやると思うんだ。いやしくも一個の人間を豚の尻尾と比べられるわけのものじゃ絶対にないんだ。